じゃあ当たらねえ。途切れないですね。おもろいね。まあいよいよそうだね。先方によってはきついねんけど、まあ使ってて面白いから、まあいよりちょっと使おうかなと思って。あ、取っとるやろ今の。うまい。ドスコイのスカリにね。青いマナ決めたいね。よし、ひなこはもう自分で使ったことによってだいぶ弱点が分かったわ。あとひなこ使いのリスペクトが生まれたわ。このキャラ難しいっていう。草薙でちょっとねコンボが難しすぎてね。あ、ごめん。今更なんですが、ダメか。うまい。あー、うまいな。盛りってますね。順番もそうそう、あんだけやってね。てかね、めっずーっとやってたらまだいいねんけどね。ほんまに日々の鍛錬がちょっと必要さが半端ない。あと結構いろんなキャラ使うようになってきて、まあ、より速いキャラの方が結構面白いなっていう。まあ、山崎とか面白いねんけどな。山崎は結構使いたいんですよね。ただあいつこそちょっとキャラ相性がひどくてね、使い勝手が結構難しいなっていう。このまま、いや、ひなこをねずっと恨んでてんけど、自分で使ってみて、まあ、難しさ分かったわ。近寄られへん、あのキャラ。おっ、マジか。おお、何それ、マニアックだな。はめられてるね。おお、マジか。うまい。この2択強いねんな。2段目発動、2段目というか中下段からの発動見えへんねんな俺。いった。痛いな。まずい、これはまずい。あ、おわ、マジか。くっそ、ガハッ、くっそ、知ってたか。はめれんかった。今の届かんかな。クリスにやられたな。いやー、やばい。これはやばいですね。確定ないな。
しいな。なるほどね、ガードしてジャンプ強化。やばいね。あー、うまい、うまいな。反撃が、どんだけ。おーし、めくった。いや、クリスはかなり独特の動きやったからな、それが怖いな。メイリーに仕事させないことが大事だな。おい、おー、ラッキー。親しいだけ注意や。あー、もう言うてるもんだから、言うてたやろ俺。親しいぐらいしかないねこいつ、ダメージ減。よし、オッケーオッケー。ただ変身してる時の突進と親しいが強いから、それだけ注意って感じやな。このクリスが相当くせ者なよな。かなりうまい。ちょ、なダッシュでなんか対空してくんねんけど。オッケー、これ美味しい。いや、これ超美味しい。おし、時間稼ぎ、時間稼ぎます。うまいね、いけるかな。今んとこもほんまは発動コンボで伸ばしてよかったのかな。4ゲージあるぞ。はっ、オッケー、調子いいんすよね。こんばんは。調子乗ってるとこいつにはすぐやられる。やめろ。おっ、おいしい。ああ、何何ガーキャン戦点だと。そこで、あ、 C キャンセル、闇払いとか嫌ったのかな。やめろ、やめろ。くっ、なんで負けんねん。よし、無敵。もうやってもうた俺、なんでこれやっちゃうんだ俺。2ゲージガーキャン、
ユーティリティってなんじゃい。ディレクションセンジ、いや俺はでもどっかで来ると思う、やっぱりなんだかんだで来ると思う、あの技は。やっぱ完全に捨てることは不可能だと思うんで、あれ人の煩悩が。負けるとまずいな。めっちゃダッシュであれやな、対空してくるな。ゲージがいっぱいあるので全然いかれる。よーし、あ、北進になった。うまい、しっかりしてる。ちょっやばい、いやすごいね、青いバラだな。しゃがみくらい。お、マジか。マジで？ああ俺死んでた。ああなるほどなるほど。いや、ひなこ戦はもういかに剥がすかですよ、相手を。近づかれたらマジで死なんで、イコール死なんで。よいよいよい。先飛びか。いや、ひなこの雑魚高いはずなんやけどな。なんか余裕で使ったな。えい、クリスで肩をつけるわ。まずいな。いや、まずいまずい。いや、相当まずいな。いやー、いけるかな。ゲージがあるからたくられそうだな。4ゲージ。また3ゲージあんねんけど。はぁ、じゃあ当たらねえ。あがん、当たらん。いや、あそこはもうやっぱりマックス2を匂わしてのマックス消費だ、消費やな。わかったわ、当たらねえ。あ、もうやばい。おお、ラッキー。そう、いやー、まずいな。こやつに仕事させてはいけない。
名前を変えてほしいのと、あ、確かにね。てかリプレイつけて、確かにセクシー斉藤さんの実況をつけてほしいよね。ここでクリスに仕事をさせない。ゲージさせない。表クリスやっぱあれやな、攻めなあかんな。待ってるとゲージ無限に貯められちゃうから。見え、攻めるわ。しょ、わあ、きつい。あー、くそ、相打ちか。あー、いや、マックス超久しぶりバチで対空取るわ。オッケー、よし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 。